オリコン芸能ニュースをご覧の皆さん、こんにちは。渦巻ナルト役の竹内ジョンコです。ボルト役の三平優子です。電子機器です。やっぱり大きいのは、やっぱり大きいのそこな気がする。携帯電話っていつ私たちの手元に来て、いつからスマホになったんだっけってぐらい、なんていうか電子機器に対してすごいよね。そうですね。もうでもナルトがパソコンを使ってるのがもうすごいなんか面白かった。私こうじゃないんだって本当思ったんだよね。こんな感じですよね。ちゃんと、うん、でこの映画にすごく関わってくるものなんですが、忍術というものは自分の体のチャクラを貯めて、それを修行で、身につけて発動させるというのが、まあ言うならば忍びの一つの技なんですけど、それに対しての考え方が変わってきているっていう、その状況が、ああ時代が変わってるっていうのをすごく強く感じましたね。さっき純子さんがおっしゃってたみたいに、その電子機器が入ってきたことによって、こう忍者のあり方みたいなものはここからまたどんどん変わっていく、変わらざるを得なくなっていくのかなって思うんですけど、忍びの心みたいなものは変わらない、変わらないでいてほしいなっていう気持ちはありますね。なんかこう、なんか車とかもそうなんですけど、扱う人によって、危うくなってしまうものってあるじゃないですか。だからこうやっぱりこう免許が必要じゃないですけど、なんかこうできればそこも変わってほしくはないんですけど、でもやっぱりこう新しいものが、便利なものにやっぱりこう流されてしまうところはどうしても人間あると思うので、ただ そこの扱い方を間違えるととっても危ないことになるっていうか、その危ういんだっていうことを忘れない心とかも持ち続けてほしいなと思いますね。あともう一個変わってないことありましたよ。親子喧嘩の理由って変わらないんだなって思いました。お父さんはいつでも働いて大変だし、子供はそんなお父さんにブーブー文句を言うして、変わらないんだね。変わらないですね。お母さんはまあまあっていう状況で変わらないなって思いましたけど、偉大な父の背中を追ってるのかな。なんか素直には追えないこの息子の、姿を、まあ、そして変わっていくものと変わらないものをぜひ劇場で見届けていただければと思います。楽しみに待っていてください。たくさん見どころあるんですが、私一つだけ挙げるならば、サスケくんが変わりました。長い時間をかけてサスケくんが丸くなりました。皆さんぜひとも丸くなったサスケも応援してください。お待ちしております。ボルト、ナルト・ザ・ムービー、8月7日公開、劇場で親子で待ってるってばよ。